そんな高評価の後に選んだのは画力の高いこちらの作品。これどなたの作品でしょうか。はい、あ、正源寺。正源寺ってイラストうまいの。アニメが中学1年生ぐらいの頃からよく見始めて、それの模写をするようになってから顔だけならちょっと描けます。なるほど、アニメを見てるってことでこれは期待ですね。なんかよくあるじゃん、主人公が何かしらの能力、なんか異世界とか行っちゃって手に入れてみたいなそんな話あるわけって思ってたら、え、何これ、若林さんからなんかピンクのオーラみたいな、おかしいって、あれは春日さん、え、ってか、え、何これ、え、俺だけ。これは冴えない俺がある日を境に世界を牛耳るすげえお話。おお、ありがとうございます。最後ちょっと正源寺の一人芝居は大事にしていきたいですねなんかちょっと光るものを感じました ね、 そうね。正源寺はどういう世界を描こうと思ったんですか。割と結構アニメが好きなので、うん、アニメっぽい始め方にしようってまず思って、なるほど、ほとんど日常と変わらない異世界に飛ばされて自分だけおかしいみたいな、あ、世界線が違うぐらいの話ってことだったんですね、はい、そうです、うん、そうなってくるとちょっと あれ高得点バウーでいいんじゃないか、これ実は合ってたってことですね。じゃあ行かせていただきます、うん、ハンバーグ。お前もうやめろそれ。ハンバーグ。その一人前じゃなくて半人前をこうキュッとして。いや違う、今までバウーだ。ハンバーグとかだったら分かる。そうだね。